与那覇岳、与那覇岳は、沖縄県国神郡国神村に位置する、標高503メートルの山で、沖縄本島の最高峰である。山頂域は、国の天然記念物、与那覇岳天然保護区域に指定され、ノグジュギラやヤンバルクイナなどの貴重な動物が生息している。ヤンバル国立公園に指定され、世界自然遺産の候補地である、奄美大島、徳之島、 沖縄島北部、入表島の推薦区域にも含まれている。沖縄本島北部の国神山地に属し、沖縄県国神郡国神村に位置する。国神村奥間地区と肘地区の東方にあり、奥間地区から東へ約 4.5km に位置する。標高は 503m で、沖縄本島の最高峰である。また、沖縄県内では、石垣島の表だけ、 標高526メートルに次ぐ第2位の高さで沖縄県内で標高500メートル以上の山はこの2つのみである。山頂東側には北部訓練場が位置する。山頂付近は侵食による谷の発達が十分でなく、西側はなだらかな長い斜面を有するが、北、南、東側は西側と比較して傾斜は大きい。 また頂上から南側にかけて平坦な尾根が続き、南方に位置する伊湯岳と山寮が連なる。地質は、中世代から古代三期にかけての砂岩、変岩、千枚岩などで構成される、名護層である。与那覇岳一帯は、沖縄県で最も降水量が多く、年間降水量は約3000ミリメートルと、沖縄県平均の約1.5倍である。そのため、 周辺は雲や霧に覆われることが多い。夜中岳南西の麓を源に発した肘川は、北西に流れ、北西の麓から発する奥間川と合流し、東、シナ海へ流出する。麓東側から、床、徳川が流れ、阿波川の中流部と合流し、太平洋へ注がれる。植生は、イタジーを主体とし、 沖縄本島におけるシバヤシの標識地として価値があり、ウラジロシも自生している。雨量の多い地域であるためクモギリハヤシが発達している。1957年、昭和32年の調査報告書には、104か378種中に、オ4品種の植物の分布が記録され、特にセンタイ類68種や、シダ類100種、ン化。 27種などの着生植物が多いことが挙げられる。動物は天然記念物のノグチゲラ、ヤンバルクイナなどを含めた陸上脊椎動物は37か74種で、また計3000種以上の昆虫類やクモ類、ムカデ類、ヤスデ類などが生息していると言われている。ヤンバルクイナは1八十一年、昭和十六年六月十八日に幼鳥一羽が、 翌月の7月4日に成長1話が、与那畑6の標高、約200メートルの畜舎付近の谷間に、山品鳥類研究所の研究員が仕掛けた罠で捕獲された。これら捕獲された個体を調査、測定した結果、クイナ族の新種と判明、翌年の1982年、昭和57年1月に、ヤンバルクイナと命名され、同年12月に国指定天然記念物となった。 1956年、昭和31年10月19日に、琉球政府指定天然記念物として、国神村、与那畑9号目以上の植物群落が指定され、その後の1972年、昭和47年5月15日には、国指定天然記念物、天然保護区域として、与那畑天然保護区域となった。域は畑を中心とした。 標高450メートル以上の6517ヘクタールの地域で貴重な動植物を保護する目的で設立された。与那覇岳は1965年、昭和40年10月1日に沖縄海岸西府立公園に指定、1972年、昭和47年5月15日に日本復帰に伴い、東西府立公園は沖縄海岸国定公園となった。 そして、2016年、平成28年9月15日に新設された、ヤンバル国立公園に編入され、また、世界自然遺産候補、天見大島、徳之島、沖縄島北部、入リ表島の推薦区域に含まれている。沖縄県により、与那覇岳ケ長寿保護区として、面積666ヘクタールが指定されている。与那覇岳は、ヨ那覇岳とも呼ばれる。 後の第二直し王島の初代、直縁王となる金丸は、伊勢名島で迫害を受け、沖縄本島に脱出した際、シュリエを赴く途中で、奥間の鍛冶屋に助けられ、与那覇岳の陰月宿りにかくまわれたという伝説がある。奥間の鍛冶屋は、イノシシガニを口実にして、金丸に食料を届け、その後金丸が王位についた際、その鍛冶屋の次男を、国神紛りの掃除党に任命したいう。 しかし、この、金丸の伝説は、中山予感、中山予布、九尾といった聖誌には記されておらず、粉飾されたものと思われる。与那畑西側の八合目にある長尾山を歌った、木リり歌の歌詞を奥間地区に立した。琉球王国時代から1916年、大正5年の陸地測量部による測量が行われるまで、本部半島の活動だけ、 標高452メートルが沖縄本島の最高峰と思われていた。目先茂げによれば、与那覇岳が注目されなかった理由として、起伏の乏しい高原のような山で、近くの集落からほとんど眺望できない山陽を呈しているのではないかと述べている。また与那覇岳という山名が初めて地図に記載されたのは、1923年、大正12年発行の地形図とされる。 沖縄戦直前の1945年、昭和20年2月より、当時の沖縄県知事であった島田明は、日本軍の要請により、沖縄本島北部に、中南部の住民を疎開させ、また北部に避難小屋を設置させた。国神村に最も多く疎開してきた、読谷村の住民によれば、同年4月の初旬に、アメリカ軍が本島に上陸するという知らせを受けて避難した。 最、夜中岳のふもとに、地元住民により設置された小屋があったという。明治期になると、琉球王国時代のソ山制度は廃され、開墾が許可されると、沖縄本島北部の森林は、次第に荒廃していった。さらに戦後になると、復興と経済発展を優先した自然開発により、夜だ岳周辺の木々は伐採され、それが1980年代まで続いた。 しかし、ヤンバルクイナなどの新種が発見されると、事業者や行政、地元住民らは、協力を図り、伐採面積を減少させるなどの保全が行われ、自然環境は回復しつつある。ヨナハダケの登山者は夏季に多く見られる。登山道の入り口は、奥間集落の南側にあり、入り口付近で急な勾配となるが、そこを通過すると頂上まで勾配は、緩やかとなる。 山戸警告社発行の新文献登山ガイド沖縄県の山2006年によれば国上村森林公園近くの大国林道沿いに与那覇岳の登山口があり登山口から一等三角点のある広場までの道中に与那覇岳九号目植物群落の石碑が見えるというまた与那覇岳の最高地点までのルートは解説されていないという下山するルートはいくつか存在するため 元北、登山道から外れると遭難する、可能性がある。ヤンバル国立公園の設立以降、ヤンバルにおける、遭難事故の増加を受けて、2018年、平成30年2月、国神、村役場は夜中岳の登山口に注意を呼びかける、看板を設置した。夜中岳の裾野に国神村森林公園があり、ヤンバルの森林を巡る遊歩道を有する。 東港園の最高所に位置する展望台から、夜中岳や東、品海を望める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。